ご視聴ありがとうございます。ロシア、やはり潜水艦技術など世界でも トップクラス。そのロシアと対峙している日本もやっぱり能力は高いと考えています。ロシアの潜水艦技術はやはりかなり高度で、それぞれ原子力潜水艦や今現在開発されている全ての軍備など世界で実際に戦闘しているのはアメリカとロシアだと感じています。実際に戦闘でやはりアップデートしているのはロシアも同じでしょう。何もアメリカとだけではないで、それに戦闘に慣れているという面ではアメリカより上かもしれません。もしかするとですけど、ロシアの北方領土問題ありますが、やはり日本人としては戻ってきてほしい、そんな気はしています。なかなか今となっては交渉が難しい現状となっていますが、その北方領土近くに昔からいろんな歴史が存在します。日本の今の現状など ロシアも今ではステルス戦闘機を所有しています。スホイ57、ステルス性能はそこまで高くないんですが、航続距離がかなり長く、最高速もまた違っています。本当にステルスなのかはちょっと疑問がありますが、
そこはこれからの課題となるでしょう。やはり F-35 ステルス戦闘機とは違い、双発エンジンというところがまた それにちょっと大きめ、今現在やちっちゃくてコンパクト化してきていますが、どちらに重点を置くかによって使い方が大きく変わってきます。アメリカの考える後方支援 F-15EX などいろいろな考えがあると思いますが、またロシアもいろいろと考えているでしょう。ロシアの軍事拡大、中国ほどはありませんが、中国の軍事力は年々上がってきています。今はまだそこまで性能をいいとは言われていませんが、中国の質が変わってくるとやはり脅威になってくるのは見てわかります。すべて軍事的な観点からいけばこの3つでしょう。それにやはり中東情勢などが不安定な現在、どこまで世界がまとまるかも大事になってきます。今後世界がまとまる日が来るのかは未だ不透明になっています。それではありがとうございます。